旧が誉れ夫は日本の教育者、山梨県生まれ。山梨県の教育に従事し、山梨県教育委員会に勤務中、1962年に県立甲府普通科高校創設事務責任者として、山梨県立甲府南高等学校の創設に尽力した。また、1963年には同校の校長に発令された。同校の校長を退いた後は、 山梨県教育委員会の教育長に就任して、その手腕を発揮した。また、山梨県立甲府南高等学校の校訓である、フロンティアスピリットを提唱者としても知られている。山梨県立甲府南高等学校校長として、視聴覚教育、山梨県内発の LL 教室、シンクルファックスの導入を行い、従来のチョークと黒板だけの 講義型授業から脱却し、効率の良い学習環境の整備にも尽力し、1966年には外国語教育部門において読売教育賞を受賞した。鶴文科大学で事務局長を務めていた際は、下泉十吉学長とともに同行の進行に寄与した。下泉学長の公認に有力であったが、若森太郎を押す派に敗れ、その後、 新学長の就任前に事務局長を退いた。息子には、オーバーン大学教授日向明や山梨学院大学の教授日向健県がおり、老いには、国文学者のヒューガがいる。山梨県北鶴郡初仮村出身。山梨県立谷村高小学校に入学した後、山梨県立鶴中学校に編入学し、山梨県市販学校本科。 第2部に入学したさらに、東京高等師範学校門下第3部にも入学した。鶴中学校時代から学問の頭角を表しており、トップクラスであった。どの教科もよくマスターしていたが、軍事教練だけ苦手であった。特に野外演習では、成績の良かった日向が小隊長に任命されたが、ためらいの様子があった。無論、日向は大声を上げて、 三夜を駆け巡ることは、おとなしいので、無理なことであった。だが、昭和天皇の即位式で全国の小中高台に、ご親鋭がご歌詞になって、ご親鋭をお迎えする日、大月駅から学校まで、人々が深々と頭を下げる中を、当時の校長とともに戦闘を、日向が後期を捧げておくする色もなく、堂々と行進した。東京高等師範学校に行くため、 夜中の12時まで勉強をしており、すごい勉強家の二部生だなと感心されていた。勉強以外にも、日向が強制の頃には女学生に数学を上手に熱心に教え、その後も日向が東京講師の寮から、その女学生へ励ましの手紙を書いた。そして女学生が高校で勤務していた頃、その高校に日向が来て頑張りなさいと励ました。 ぼっこちゃんというニックネームでも親しまれていた。山梨県教育委員会学校教育課長時代は、学校教育のあらゆることに精通しており、各教科のこと、教育課程生徒指導、教育評価、学習指導、壁地教育、学校学級経営、教育市長、実験学校、道徳教育、完全授業、特殊教育等々、よく勉強していた。 指導主事会議などでも、日向が質問したことに、当時の指導主事らの勉強不足が露呈され、たじたじとなった。それほど、課長時代も、勤勉家であった。だが、酒が好きであった日向は、その同僚らと酒を飲んで愉快に談笑するなど、職場では厳しかったが、精神的には実に、和やかな雰囲気に包まれていた。日向は、1962年に、 山梨県教育委員会参事となり、翌年1963年に開校する山梨県立甲府南高等学校の設立の責任者となった。日向はこれまでの英知と情熱を結集して総力を挙げた。規制の概念にとらわれずに、教科の学習指導においては、具体的に当時珍しかった英語科の LL 教室の導入、数学科のシンクルファックス導入、 理科では、プログラム学習などを行った。また、英語科では、LL 教室を利用した、それぞれ個別の学習課でわかる、授業の実践を職員に求めた。ただ、視聴覚教材の導入には、財政的にも大変であったが、職員の希望を金がないからダメだと無下に、断ったということはなかった。さらに、運営の面では、公務文章の硬直化の排除。 学校事務の能率化など、次々に新しいアイデアを出して実践した。日向は当時、課長時代に高校現場の指導や助言したことを実際の学校運営で実践実行していくと述べた。だが、当時の甲府南高校は地域社会の評価が低く、列島間学校などと思われていた。しかし、日向はそれは我々教師の怠慢であり、 教育的大学を犯すことであると考え、誇りを持って入学し、誇りを持って卒業していける学校に育てることを念願した。そして、甲府南高校の教育環境を県内一に揃えた。そして、1966年には外国語教育部門で読売教育賞を受賞した。生徒に対してはいつも生徒の前で学生の奮起を期待して、 フロンティアスピリットを多用した。開校当初、率先して麦わら帽子をかぶって校庭の雑草を買ったり、石拾いを拾ったりもしていた。ある日、生徒たちが石を拾っていると、日向が生徒に友達のように笑いながら、君たちは恵まれているよ。こんなに環境の良いところで勉強できるんだからな。見た、前あの、富士を。君たちは、あの、 富士のてっぺんに向かって登り始めたところなんだ。楽しいじゃないかと話した。また、生徒のことを棒たちと呼び、愛着を込めていた。ただ、創立4年目の初夏の第一回緑日祭りで、佐古純一郎の日本近代におけるキリスト教精神の展開と文学の関わりについての話があった。だが、生徒たちにとって距離が遠い内容であった。体育館は、 生徒の声でざわざわしていた。講演終了後、ひなたは教員に対し生徒をその場に残しておくようにと指示をした。そしてひなたが講師を送り出した後、間もなく立ち戻るとつかつかと壇上に登り、講演の聞く態度のなっていなかったことを厳しく注意した。さらに、サコシの講演内容を実に的確に要約した。そこでひなたは生徒らに これだけの豊かな話に知的好奇心をかき立てられないような青年は大学で学ぶ資格はない。諸君は本校の灰色の受験体制についての不満をよく口にするが受験生活についての悩みを真剣に悩んだことがあるのか。灰色なら灰色らしく悩めと叱責した。その場は祝然となった。フロンティアスピリットに関して 甲府南高校の最初の入学式の際に日向は、と綴っている。また、日向自身も、常に、フロンティアスピリットを口にしており、開拓者精神、これなくしては大事業は推進できない。創業には、幾多の困難を伴うが、それを克服して、季節の高校に劣らない、いや、それをもしのぐ高校を作らなければならない。追いつけ、追い越せ、この意欲を持って、 ことに当たるようにと職員に知った激励した。生徒たちは、この言葉を、開拓者精神という未知の世界に望む人間の息を、新設校の学生に痴漢させた意味で受け立っていた。没をのれ、日向ほまれ夫先生追悼文集による、ありがとうございます。